はい、ということは最初の種目はフラフープ。フラフープ。はい、もうルールは簡単。もうこのフラフープをどれだけ長く回せるかを競うと思います。ほう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 、なるほど。大丈夫ですか？ダメそう。なんか心配してるね。は、腰の心配すんなって、マリの魅惑の腰つき見したるがな。見したるがな。フラフープに関係ないですね。まあでもね、なんかフラフープに関してはなんかひなちゃんの方が強そうに感じる。なんで？え、なんかさ、だって腰見てみ、うん、あの腰、お腹らへん見てみ、このお腹魅惑の腰つき、なんかやらしいお腹してるもん。ほら、姫も。あ、なんか下手そう。お、回せるのか。やるかい？ねえ、マリコになる。マリコになる。期待してるよ、姫にかかってるよ。さあ、どうでしょうか。頑張るぞ。はい、それでは姫の挑戦です。よーい、スタート。どうだろう、頑張って、落とせ、落とせ、え、待って、え、待って、覚醒してる、すごい、待って、え、うまリハーサルと違う、え、歴代中うまいやん、え、違う、人生で一番回せたいやん、今、え、びっくりした。それでは、マリちゃんの挑戦です。待って、頑張ろう、落ち着いて、スタート。負けね、一緒に頑張った、頑張れ、いけ、もう一回、イエーイ、8秒22でした。え、ちょっとさっきでも食べたばっかりだからご飯出ないか。あ、ハードル下げてる、もしかして。ご飯出たら、あの、ちょっと待ってね。あ、膝が、あ、やばい。お、マリンの言い訳パクるな。はい、それでは鈴木さんの反復横跳び、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8。俊敏。おい、膝のダメージはどうした？膝折れてんじゃなかったか。あ、ダメージが急に、急に。4、3、5、2、1。やばい。え、嘘でしょ。ちょっと待って、これ何ちょっと速さ稼いでます。56回。56回、やばいよ、疲れた、ご飯食べといてよかった。ご飯食べといてよかったって何。じゃあ行きましょうか。はい、船長の反復横跳び、よーい、スタート。頑張れ、ちょっと待って、ほんとに頑張れ。うわー、これどうやってカウントするんだ。どこが1回で合ってるの。すげえ、マリンの血管年齢くらいの40、マリンの血管年齢は45歳。あれ、肌年齢さっき若いって言ったら血管年齢。なるほどね。はい、というわけで悪くないじゃん。これシャトルランしてるって言われて、これもう勝ちだろ、これ勝ち。はい、というわけで数字、56回なんで鈴木さんの勝ち。でも怖いよ。いける、いける、怖い、普通に頑張れ。マリちゃん、はい、100センチ挑戦、よーい、スタート。頑張れ、めっちゃさ、いけるよ。お、すごい、これは、おせ、どっちですか、セーフ、果ては、あ、ケツの骨が、待って、ごめん、え、あの、おかわり入っちゃう。おかわり、嘘だろ、おかわり欲しいでしょ、マリちゃんの、お尻が、ちょっと、ほんとに、ここ、腰が、大丈夫、無理しないで、おい、心配すんなよ。17歳やねん、こっちら。かっこいい。余裕やねん。行くぞ。いけるか。リベンジ、よーい、スタート。頑張れ、頑張れ。
かわいい。かわいい。腰が腰いっちまってる。大丈夫大丈夫か。丈夫かちょっと、ブーブーじゃないわ。痛い痛い痛い。大丈夫。ひどくなった姿勢が。よいしょよいしょ。こっちこっち。こっちこっち。よいしょ。あっ。痛かった。何ですか70歳になっちゃった78歳78歳の頃の記憶がやったやったちょっと姫や手を貸してくれるかねちゃんけどいてんじゃんよいしょよいしょよいしょかわいいおばちゃんこっちだよ